2022年、11月12日、サンダで、ワンピースレッドフィルムを見た後、まあ歩いていろいろ撮影してしながら帰る途中なんですが、看板の表示が、ああいった表示です。サンダ市、左がテクノパーク、右がフラワータウン、左がウッディータウンということで、その間の横道に入ってきたんですけども、これ多分耕作放棄地ですね。奥の方は作ってらっしゃるんでしょうけども、手前の方は耕作放棄地です。結構面積広いですね。ここももったいないので、小麦畑作られた方がいいですよ。キリンビールさん近くに工場あるでしょ。で、木を切る方向だったら、この辺り、まずそちらのお家の方の所有物だと思うんですけど、ああいう風に木、長年置きっぱなしにしてもうボロボロになってます。もう燃やす以外方法ないんで、三田学園等々に、薪での、かまどでの発電、そういった設備ができたら、こういったものを回収させてもらって、あともう、多分もう上の屋根の金属の部分とかもいらないって言うと思うから、あとこの辺のところの竹とかも、刈り取っていったら簡単に切れるから、それを燃やした方が早い。それでは、向こうへ進んでいきます。